はい、どうもこんにちは。今回はなんと妖怪メダルのプレゼント企画をしたいと思います。イエイ。はい、今回は古典メダルの2章の方のプレゼント企画をさせていただきます。はい、そしてこのラインナップの中で4枚、3枚、4枚、5枚かぶってる妖怪メダルがあるんですよ。特にこのブンブンのり4枚かぶってますね。かぶってる妖怪メダルは1枚にしたいと思います。はい、例えばこのブンブンのりだったら1枚だけやって、この後の3枚は全部抜くという形にさせていただきます。そこら辺はご了承ください。かぶってるやつを省きました。まあめっちゃ減ってる感じなんですけど、この妖怪メダルはあと2枚でフルコンプっていう大クランとキリン、まあ僕も大クランとキリン揃ってないんですけど、まあ大クランとキリンがあればもうフルコンプになってます。はい。まあこの18枚フルあと2枚でフルコンプということですね。はい。じゃあ応募条件というか、まあ前まではくじ引きとかでやってたんですけど、今回は面白い形でまあ抽選させていただきます。抽選の仕方はもうちょっと皆さんにはちょっと悪い気がするんですけど、一番最初にコメントした人に渡したいと思います、この妖怪メダルは。はい、1個目、一番最初のにコメントくれた人に、はい、妖怪メダルをプレゼントしたいと思います。この Z メダルの抽選はいつするかわからないので、まずチャンネル登録をしていたら1個目一番最初にコメントできる確率が上がるので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、2つの動画で1個目の人が同じだったら、まあそのまた別の抽選をしたいと思います。はい、じゃあそんな感じです。はい、じゃあ当選者発表は明日の夜7時に発表したいと思います。動画を要チェックして頑張って1個目を取ってください。じゃあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。次の当選者発表の動画でお会いしましょう。バイバーイ。頑張ってー。